はいこんにちは中学受験桜ラチャンネルの竹原慶です今日は偏差値六十五への算数、えー、今日はねえー、っとこれね円柱の切断ですね円柱の切断というのをちょっとやってみましょうこの中学受験桜ラチャンネルは、えー、この私竹原慶が受業界三十五年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。 いいいなと思ったらチャンンネル登録、メンバーシップもお願いします。下にメンバーになるっていう青い字のところがありますからそこにポチッとやってみてください。ほんとまあいろいろね、えー、出てきて押していくとね、えー、メンバーになれますから是非メンバーになってください。えー、っとねじゃあまあすぐやりましょう。 円柱の展開図で O は円の中心 E は BD を、A、1対3に分ける点 F は BC の真ん中の点 G は CD の真ん中の点であるこの円柱を EFG を通る平面で2つの立体に分けた時点 A を含む立方体の体積は四角立方センチメートルであるでさあ円柱の展開図です 底面の半径10センチ、高さ20センチの円、円柱になるわけです。で、この時に、えっ、ー、と、G は BC の真ん中。ね。そして、えー、E は BD を1対3に分ける。さあ、そして、えー、F は BC の真ん中、ね。さあ、組み立ててみて、 その次に EFGE、えー e、と F と G で通るように切るちょっと分かりにくいですよねえー、書いてみないとこれ分かんないですよさあちょっと展開図書いてみますねこんな感じです底面の半径 10cm 高さ 20cm さあ問題はこの線ですよねさあ ここの端を A、B とします。と意外なんだけどね、これね。A、B をくるっと回転すると、A は D とくっつきます。C は B とくっつきますから、くるっと回転して、A はカッコ D になるわけです。B はカッコ C になるわけですよ。で、その上で B から D まで引いてみますよ。こんな感じですよ。ここ真ん中にして、 えー、こう、来て、こんな感じで A に来ます。で、そして E はどこにあるかというと、この BD、この BD を1対3に来たものですから、ここなんですよね。ここからここまでが1。ここからここまでが3になるわけです。ね。ここに E がありますよ。さあ、その時、次に BF なんだけど、 これもね、意外なんだけど、くるっと回転させると、ここですよね。ま、えー、B と C の真反対のとこに F があるわけですよで。そして G はどこにあるかと,いうと DC、DC、ここね、の真ん中ですから、ここに G が来ます。さあ、じゃあこれ切ってみますよ。F、E、G って切るわけです。そうするとね、えー、こんな感じですよね。こう来て、こんな感じで切っていきますね。 で、この時の上側ね、A を含むこちら側です。どういうふうに考えるかっていうと、ね、えー、これは全体からこの横に切ったやつを切る、えー、引けばいいですけれども、ね。全体の面積は10、10×10×3.14×20 です。ね。えー、ですから 2000×3.14 ですから、 6280立方センチメートル全体6280立方センチメートルさあでこう問題はここですよねこれどういうふうにやるかっていうとねこれあの G が真んん中10センチのところですからこっからこうやって切っていくわけですからこの円柱を真っ二つに切ってますねだこれとこれ合同なんですよだからこの半分の円柱の半分ですね だから、この、えー、切り切、切って捨てちゃう方は、10×10×3.14×10 10 10。これで円柱出ます。割る2ですね。で、半分です。ね。これとこれ、全く同じ図形になりますからね。ね。ですから、割る2です。そうすると10、10×10×10 割る10 2ですから、500×3.14 は、 1570、えー、立,立方センチメートルで全体が6280立方センチメートルでそしてこの切って B, が B を含む方の、えー、体積は1570立方センチメートルですからえー、引くと4710。4, 答え、4710立方センチメートルということになるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップ、えー、高評価もお願いします。では今日はここまでにしましょう。